モーガン・フリーマンは、アメリカ合衆国テネシー州メンフィス出身の俳優、映画監督、ナレーター。2004年、ミリオンダラーベイビーでアカデミー助演男優賞を受賞。その他にも、ドライビング・ミス・デジー、ショーシャンクの空に、セブンなどのヒット作に出演歴があり、その安定感と味のある演技によってアメリカのみならず、世界各国で賞賛を浴びる、実力派国際俳優であり、 最も名誉ある俳優の一人である。身長187センチメートル。左利き。1937年6月1日、テネシー州メンフィスに出生。父モーガン・ポーター・フィールド・フリーマンは床屋で、母、メイミー・エドナは清掃婦だった。モーガンには3人の兄がいる。フリーマン家は、ミシシッピ州、グリーンウッド、インディアナ州、ゲイリーなど多くの地を転々とした後、 イリノイ州シカゴに今日据えた。モーガンは9歳の時小学校の演劇で主役を務めている。12歳の時には州の演劇コンクールで優勝し、高校時代にはテネシー州ナッシュビルでラジオ演劇に出演していた。1955年、ジャクソン州立大学の演劇奨学金を断り、合衆国空軍の機械校となった。 1960年代前半、モーガンはロサンゼルスへと移住。クリーント・イーストウッドなどが通っていたロサンゼルスシティ・カレッジに事務員として勤務した。一時期はニューヨークにも住んでいたことがあり、1964年に開かれたニューヨーク万国博覧会でダンサーを務めた。またサンフランシスコではオペラ歌劇団にも所属していた。 モーガンの実質的な役者デビューは、巡業劇団に所属していた時に出演した、ザ・ロイヤル・ハント・オブ・ザ・サンという劇で、1965年公開のシドニー・イル・メット監督の、シチアという映画にも出演している。1967年には、ザ・ニガーラ・ラバーズでビビカ・リンド・フォースの相手役として、オフ・ブロードウェイにデビュー。 翌年の1968年には役者全員が黒人バージョンのハロー、ドリーでブロードウェイの舞台に立った。早くとしてではないフリーマンの最初の出演作品は1971年公開の風星図、アイキャントライド、エイレインボーという映画であったが、彼が有名になったのは連続テレビドラマシリーズ、アナザーワールドと p b s テレビの子供番組。 ザ・エレクトリック・カンパニーだった。エレクトリック・カンパニーに関しては1から2年にやって、やめるべきだった。でも、お金に目がくらんだね。特別優遇装置みたいのがあってね。多くの俳優がそれを享受していた。彼らは真面目に役者業をやる気がなかった。僕もその一員になっていたけどね。それで、若者たちを愛しているぜ。なんて言っていたんだ。 そんなところに3年という長い月引いてしまったよと、後に彼は述べている。1980年代前半からフリーマンは、知的で温かみのあるキャラクターで、助演男優として、頭角を表す。有名になった、彼は、ブルース・ベレスフォード監督の、ドライビング・ミス・デイジーや、エドワード・ズウィック監督の、グローリーなど次第に、主役級の役柄を演じるようになった。1994年、 フランク・ダラボン監督のショーシャンクの空にでは、ティム・ロビンスと共に主役レッドを演じ最高の評価を得た。彼の魅力が一気に開花した、この作品を機に、ケビン・レーノルズ監督、ロビン・フット、デビッド・フィンチャー監督、セブン、ミミ・レダー監督、ディープ・インパクトなど多くの映画で成功を収めた。n i ストリート・スマート、ドライビング・ミス・レジー。 ショーシャンクのさらにでアカデミー賞助演団優勝にノミネートされていたが、ついに2004年にクリント・イーストウッド監督のミリオンダラー・ベイビーで同賞を受賞。会場の映画人がスタンディングオベーションで叩いた。1997年に映画プロデューサーロリー・マクリアリーと共に映画制作会社リベレーションズ・エンターテイメントを設立。また二人は、 これの姉妹会社にあたるオンラインに映画配給会社、クリックスターも立ち上げた。2016年フリーマンはナレーターとしての仕事も頻繁に行っており、2005年にはスティーブン・スピルバーグ監督、宇宙戦争アカデミー賞最優秀ドキュメンタリー映画賞を受賞した皇帝ペンギンのナレーターを務めた。フリーマンは宇宙工学や航空工学などの科学分野に、 造形が深い。前述のクリックスターでは、私たちの宇宙というコーナーを持っており、科学系のビデオクリップを制作配信している。テレビにおいても、ディスカバリーチャンネルにて、シリーズ番組、モーガン・フリーマンが語る宇宙のホストを務め、宇宙に関する解説を行っている。1967年10月22日、ジャネット・アデア・ブラッド・ショーと結婚したが1979年、 離婚。1984年に結婚したマーナコリー・リートは2008年8月に離婚。最初の結婚の前に生まれた二人の息子アルフォンソと再保冷、前妻との間に娘もオガナがおり、前妻の連れ子、エディーナを幼女としている。実の息子で俳優のアルフォンソ・フリーマンと最高の人生の見つけ方で親子役として共演を果たしている。現在は ミシシッピ州チャールストンとニューヨークに今日構えており、自家用飛行機運転免許を所有している。また、ミシシッピ州クラークスデールには、マディディというレストランとブルースクラブ、グラウンドゼロを所有している。2008年には、メンフィスに、グラウンドゼロ2号店を開店した。フリーマンは、アフリカ系アメリカ人のコミュニティが主催する、黒人の歴史月間に対して公式に、 それらのイベントに参加しない姿勢をとっている。黒人の歴史はアメリカ合衆国の歴史であるというのが彼の理由である。彼の強い主張によれば黒人差別をなくすにはその話をしないことだと語っており、アメリカに白人の日はないと述べている。CBS 放送のドキュメンタリー番組に出演した際にはインタビュアーに対し、私はあなたを白人とは呼ばない。 そして私はあなたにお願いする。私を黒人と呼ばないように、とと述べた。また、アクターズスタジオインタビューでは司会者が映画ディープインパクトでは黒人の大統領を演じましたと発言したのに対し、私は黒人だ。黒人をいじるのではないと返し、聴衆はその言葉に拍手を送った。その後、好きな言葉を聞かれて、ファックと答えている。 2006年5月13日、ミシシッピ州のデルタ州立大学より名誉博士号を送られた。2006年10月28日、ミシシッピ州ジャクソンで行われたミシシッピの最優秀賞受賞式にて、長年映画に出演している功績を評価され、生涯業績賞が贈られた。彼はまるで父親のような存在だと大会主催者は語った。 フリーマン氏はどんな役を演じようとも誰も近づけない、尊敬に値する人物の一人だと、賞賛が送られた。2008年8月3日、深夜、自動車を運転し自宅に戻る途中に、車道の路肩を飛び越え横転、命に別状はなかったものの骨折などの重傷を負い、テネシー州メンフィスの病院に搬送された。その際、レスキュー隊に救出されるときに、 多くの野印馬が周囲を撮影しようとしたところ、ただ鳥はダメだよと冗談交じりに話していた。なお、事故の際に気帯び運転を知っていたのではないかという指摘が、同情の女性より主張されたが、モーガンはこれを否定。女性と裁判で争う構えを見せていたが、2009年11月に双方の間で時短が成立している。2015年8月16日、 孫娘のエディナ・ハインズがニューヨーク州マンハッタン区北部のハーレムで視察された。2018年5月25日、過去に女性へのセクハラ行為疑惑が浮上。直後、フリーマンは謝罪の声明を出したが、性的暴行や虐待のような行為はしていないと語っている。コマーシャルには出演していないが、その理由について自分が宣伝すればみんなが信じて買ってくれるからだ。 不要なものを買わせてしまうのは申し訳ないからねと答えている。ありがとうございます。